なあ、うぶ主よ。私たちが言いたいことが何なのかわかるかな？え？何？一体何なの？結構時間経ったじゃない？あれから。あれから？ああ、そうだよ。そろそろガチャをやらなくちゃいけない。やっぱりその話か。もしかしてマリサも同じことを思っているのか？まあ、私はねー。私は面白おかしく撮影ができればいいかな。そっちの方が立ち悪いな。まあ、いいかな。じゃあファンパレチケットが若干残っているから、工場落ちしたキャラの突追を狙って最後にやりますかね。うむ、苦しゅうない。早くやろうぜー。結果が楽しみで仕方がない。いや、まあいつものことなんだけど、さすがにワンパターンすぎないか？呪術廻戦ファントムパレード。さあ残りのチケットをすべて使い切ってやりましょう。そんなことより見てみろよ。美しい。はい、早く始めてくださーい。あ、今回はチケットの枚数が120枚あるから120連は回せるわけだな。それと120連回した後でさらに追加で何連か回せそうだな。というわけで通算600連以上を目指してガチャスタート。黒点はなし。だがポット出てくる可能性もある。と言ってるそばから出てきたな。そういえば現時点での二所持キャラは何だっけ？俺の伝説は影井たどり、名曲メカ丸、吉野純正、だな。この中で一番欲しいのは断然影井たどり。さあ誰が来る？うっし、行くぞ。残念、影ではなく、幻の方のイタドリでした。これはこれで突追いできたので全然良い結果だぜ。あとは怪盗男子だけだな。そういえば怪盗男子で二所持なのはあるのか？おそらくだけど、工場落ちしたやつ含めたファンパレガチャで出る怪盗男子は全部持ってるかな。お前らが今までたくさん回してきたからな。まあそれは置いておいて。おい、続けて20連目行きましょうかね。SSR バンバン出てこい。あらら、ダメだったね。まあそういう時もあるからね。どんどん回していきましょう。ちょっと厳しそうだな。やっぱりダメみたいだね。20、30連目は特に何もない結果だったな。そろそろ SSR が欲しくなってきたぜ。お、やったな、SSR キャラいたぜ。今回は結構出てきてくれてるな。ここで二所持キャラをゲットしてコンプリートを目指しましょう。この後かな。引っ込めろよ、呪術師。やったじゃないか、吉野純正だけど二所持キャラをゲットだな。うん、どうしたウプ主？どうせなら、どうせなら影井たどりがよかった。高野善一。まあ何にせよ新キャラゲットだぜ。流れは悪くない。なのでこのままどんどん未所持キャラをゲットしていこう。次は50連目だな。怪盗男子よりキャラの方が当たってるという超珍しい展開になってきてはいるな。さすがに休憩会か。あと20連ぐらいは同じような結果かもな。いや、わからない。たまには確率の壁を越えようぜ。あら、ダメっぽいわ。そろそろ出てきてくれるかもしれない。そんな期待を胸に70連目のガチャを回してみましょう。ほら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 、来た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 。お、すごいな。あとは何が出てくるかだな。今度こそ影たどりで頼むぜ。かけられるわ。さあなんだ。完璧も理不尽も。あ、答えるこれはハズレですね。どこにある。初期のバラちゃんだったか。当然のごとく関東鼓です。前回のファンパレガチャチケ動画でもこののバラちゃん出てたよな。まあ真のバラちゃんも当たってたが、そういう意味では真のバラちゃんも当てて突を進めていきたいわね。今度は怪盗男子だけか。いや、前回もそうだけど、規格外当たりすぎじゃね。変なところで偏るよな。お次は90連目だな。
はーい。何でもなし。次で100連目か。最近ガチャ回すスピード速くない？まあ前回300連とかやったからかな。やっぱり視聴者も早く結果が見たいと思うしね。久しぶりの黒点は胸アツだな。ほっほっほっ。なんかいっぱい出てきたな。この後 SSR キャラだ。私はカモとチャプマンとして。カモノリトシの SSR だったか。まあいいんじゃないか。これで一つだろ。あんまり使うタイミングはなさそうだけどね。だが、階層残滓もある。おお、これは当たり。まだトップオーラン積んでなかった。そしてまさかの2枚目。まあこの方より具合は助かるぞ。というわけで100連目は結構いい感じの引き具合でした。今回 SSR キャラがたくさん出てるからこれはある意味神引きだよな。このまま SSR キャラがたくさん出てきてくれると助かる。言ってたら出てきたな。今回出過ぎな気がするよ。まあまあ、出てきてくれる分には全然いいでしょ。果たして何が出てくるかな。覚えときな。ヘッドスだな。かけっさい。イタドリはイタドリでも、夜イタドリだったか。でも確かまだ完突してなかったよな。その反動で出てきたんじゃないか。これで3突目だったか。意外とまだ先が長かったわ。お、いよいよ最後の120連目か。何か出るかな。まあやっぱり SSR の後は何も出ないのが定番ですな。だが、今回のガチャでまたファンパレチケットを交換できるはずだ。ちょっくら準備してくるぜ。よろしくー。ほい、用意してきたぞ。ただそれでも20枚が限界だったな。オーケー、そんじゃあ今回は合計140連の、総合計約660連で締めくくりだな。660連というとかなり長かったよな。そりゃ動画も3本に分かれるわけだ。あ、また黒点だったよ。この勢いならきっと何かしら当てられるぜ。しょっぱなキャラ。心配しなくてもすぐに送ってやるわ。よっしゃー、真のバラちゃんだったぞー。これで2突目になるのか。また強くなるわな。さあ最後の10連いってみよう。また黒点。いやー神がかってるぜ。そんでまたキャラを引き当てやがった。ヘッドスタ効果分。少しでもかけられるわ。役立てるよ。誰？この後かな。俺も強くなる。あ、キュウシグロか。すぐに追い越す。これはさすがにもういらないぜ。まあ当たっちまったのは仕方がない。変換するしかないわな。というわけで今回の140連は終わりです。それじゃあ最後にポイント使って SSR 確定ガチャチケットを回しましょう。よし、準備できたな。最後、行きまーす。はい、完突済みですね。では、長かったファンパレガチャはこれで終了です。今後は今まで通り新キャラに対しての課金ガチャだな。え？天井まで行くの楽しみー。え？それじゃあ、バイバーイ、バイバーイ。え？